はは大型ない高門神神種の神器の一つ年代不詳。古事記では、八尺橋と記されている。八神は神宮にある、御神体と、その御神体をかたどって作ったという皇居にある、片城の二つがある。一般公開はされていない。古事記では、高間原の八百万の神々が、天の安価に集まって、 川上の剣石を金式にして、金山の鉄を用いて作らせたと記されている。日本書紀には、別の名を心境つかがみとも言うと記されている。単に心境、または、豊境と呼ばれることも多いが、心境や、豊境という言葉は普通名詞であり、八鏡だけを指すとは限らないので注意が必要である。一般に、八田は、八十万神。 八ヒ大熊はにマ・ワガラス等と同様、単に大きい、多いという形容であり、具体的な数値ではない、とされているが、あたを、円周の単位と考えて、計1尺の円の円周を読む、アとして、八タ鏡は、直径2尺、円周約147センチメートルの円鏡を意味するという説も存在する。五感の学者、巨神の、説問開示には、あた 中夫人手ナが8墨のあた、終着なりとあり、戦国五冠初期の差しでは一寸2 3 1 c m 八寸、八屋体コール約 147cm となる。平原遺跡湿度の大型内向下門橋は、直径 46.5cm、円周は 46.5×3.14 にコール 146.01cm であり、 弥生時代後期から晩期にこのサイズの鏡が存在したことは確かとなったが、現存するオケダイの大きさから推察される神器の鏡はもっと小さい。いずれにせよ、その特大の大きさから後に三種の神器の一つである鏡を指す固有名詞になったと考えられている。アマテラスオーミカの御神体としてのヤタ鏡は神宮の内宮に法案されている。 神道五部将や、類寿人儀本源等によれば、この、八高神の見聞記録には、八頭花咲八葉方なり、八王中右方園五位像、ゼ、アマテラス大臣五霊教座なりとある。この、八高神は、明治初年に、明治天皇が天覧した後、改めて内宮の奥深くに奉納安置されたことになっている。この、神宮の八高神の最初の姿と、 大きさは、考古学者原田第六によれば、福岡県糸島市にある、平原遺跡湿度の大型内向下門鏡と、同じ形状で同じ大きさのものではなかったかと、考察して、それを著書に記している。これは、縁儀式伊勢大神宮式、高尾三上宮儀式長において、鏡を入れる、桶台の内径が、 一尺六寸三分としており、46.5センチメートルの大型内向下門鏡を収めるにはちょうど良い大きさであることから。原田によれば、ご鎮座電気を読み解いてみると、約三回ほど内空の火災があり、このいずれかに消失してしまい、その時に新たに作り直された八鷹神は、現在に残るオケ台の大きさから推定して、 直径46.5センチメートルの大きさではなくなっているという。また、図書も実際に見ても写するべくもないであろうから、これも変化しているだろうという。皇居の八屋鏡は、賢書に放置されていたことから、その鏡を指して、賢書とも言う。そのため、あえて賢どころのことを言う場合にはこれを、剣書と呼ぶか、またはその通称である、内視書といって、 これを言い分けたという。しかし後世になると内視書も心境のことを指す言葉となった。内視書の心境は天徳4年、天元3年、観光2年に起こった大理の火災により焼損している。天元の際に半ばが消失し、鏡の形をとどめないものとなった。観光の際には、ほとんど灰になってしまい、やむなく灰の状態のまま保管した。 このため直後から鏡を懐中する議論が持ち上がり、書道に関門を提出させた。翌観光3年7月には一条天皇合前で、苦行会議が行われ、左大臣、藤原道長が懐中を支持したものの、苦行の大半が反対したため懐中は行われなかった。平安時代末期、平家の都落ちと共に聖戦し、樹影四年三月十四日、 壇の浦の戦いの際に、安徳天皇と共に海中に沈み、それを、源義経が、八坂にまが玉と共に回収したものが、今日も県書に置かれている。室町時代の下吉3年9月23日に、起こった金欠の変で、五南朝勢力が宮中を襲撃した際、三種の神儀をの内宝剣と真事は奪われたが、心境のみは何を逃れ。 翌日この江戸野に移された。筑前国風土器は現存しないが、一文に明確に記述される。古代の記録では、八神をよりしろとするのは、神社では、伊勢神宮と宗形大社が継ぐだけであるとされる。危機神話によれば、アマテラス大三家の岩戸隠れの際に、天神サ羅と石彫り止めの命が作ったとされ、日本初期には、 天テラス大臣をかたどって作られたことや、試しに、日造鏡やヒホコを鋳造したことが伝わる。天の渦目の命が踊り狂い、神々が大笑いすることを不審に思った、天テラス大神が岩戸を細めに開けたとき、この鏡で、天テラス大神が身を映して、興味を持たせ、天の田地からおのじによって、外に引き出した。そして再び、高間ヶ原と、 吉原中国は明るくなった、という。天孫降臨の際、アマテラス大御家か,から二二義の地に授けられ、この鏡をアマテラス大御家自身だと思って祀るようにとの、神直が下された、という。福岡県糸島市にある遺跡、平原遺跡において出土した国宝に指定されている、直径46.5センチメートルの大型内高華門橋四面は、 原田第六によると、八鷹神そのものという。この、大型内光化門鏡は、図章のみの大型の正度鏡である。つまり、文字や真珠などの図柄はない。また、御鎮座電記に、八鷹神の形は、矢頭花咲八葉型なりとあり、この、矢頭花咲八葉型なりの図章を持つ、高古遺物は、現在のところ、この、大型内光化門鏡のみである。 この鏡のうち四面は、伊都国歴史博物館で、また一面は、九州国立博物館で常時展示されており、実物を見ることができる。倉谷賢治、武田祐吉、古事記、祝死一、岩波書店、日本古典文学体系、1958年。三原国を、やたの鏡について、月刊死にか2000年2月号、大衆館、書店、2000年。 AB 原田第六、平原弥生古墳、大昼目高野墓大日本資料第一編の18、東京大学資料編参書、大津通、道長と、宮廷社会日本の歴史0録講談社学術 ISBN、文庫 ISBN978 から40億62919067、215から216、21 P 原田第六、実在した神話、 ありがとうございます。